11時46分になりました、はい、続々とメールいただいております。これはですね、ラジオネームくるりんぱさんからいただきました。くるりんぱ、はい、はい、以前カンニング竹山さんが、はい、行きつけのスーパーで買い物をしているときに、はい、変装して買い物をしているアッコさんと会ったという話をしていました。いや、私が言ったんですよ。違う、はい、そうだった、竹山に。そうです、はいはい、その時のアッコさんの様子なんですが、はい、アッコさんは竹山さんを見つけたものの、はい、声をかけられずに、はい、出てくるまで隠れていたそうです。そうです。で、竹山さんは、うん、なんでアッコさんが変装しているのに隠れているのかが意味がわからなくて、はい、なんでですかと聞くと、うん、アッコさんは一言、はい、恥ずかしい。だって尋常じゃない変装してるんですよ。誰が見てもわからない。はいはい。それでレジのところでラインがあるじゃないですか、はい、4つか5つ ね、 そうですね。で、私スーパーその時の気分で、あ、ここお魚美味しいから ここにしようとか、3つか4つあるんですよ、行くところが。で、歩いてないからちょっとウォーキング兼ねて歩いていこうって遠めのとこ行く時もあるし、はい、で、遠めのところが竹山が家が近くていつも行ってるところ、それは前から話してたんですよ、はいはい。それで LINE で並んでたら、横の LINE の方がちょっと一人分早くて、竹山は竹山なんですよ絶対。あ、はっと思って声かけたら、私声出すともう、まあ、バレますね、うん、それでもう完全に変装してますから私、はいはい、それでと思って、私の後ろには一人並んでたんですけど、はい、もう一回お惣菜を買うふりして、うん、で一周そのカゴを持って一周して、竹山の並んでたところに並んだ、並び直して、そしたらあいつがほらカゴから入れ替えるじゃないですか、 はい、生産終わって、まだいたんですよ。あ、もういないもんだと思ったらまだいるってなって、もううろうろしちゃってドキドキしながら、ドキドキして、それでもうなんとか、そういう時に限ってね、透明の袋あるじゃないですか、あれ昔はね、ゴムみたいなあって、スポンジみたいなあって、指濡らしてそれで袋開けれたんですよ。あの大きい袋じゃなくて、レジ袋じゃなくて、生鮮品とか入れるようなね、お豆腐とかね、はい、お漬物とか、こう汁物が出そうな、ぐるぐる巻いてるやつ、それはもう興奮してるからさ、もう分かんないの。つばつけてあげたりしてさ、ほんで竹山を切りしながら出かけたなんでと思いながら、それを竹山に言ったんですよ、はいはい、お前何月何日行ってたね、うん、行ってました、いたんですか、いた。なんで声かけてくんないんですかって、ちょっとそれ無理よ、変装してるからって、いや、いいじゃないですか、で無理無理って、なんでですかって、恥ずかしい。そこで出たことそれだったんですね。そう、恥ずかしい、もうあれが和田っ子だと思われると恥ずかしい。あ、でも今回まさに密着してるから、そういうところも少し捉えられるんじゃないですか。行かない、行かない、嫌だから。その密着に関してはですね、はい、ラジオネームガムガムのムチさんからいただきました、はい、アッコさんが密着してるテレビ番組、想像つきました、はい、野生の王国ですよね。殴ったのか。その人住所書いてるか。さすが分かってますね。書いてないですね。ピンポンダッシュするぞ。高知からも来ましたよ、唐揚げ、唐揚げ定食さん、はい、アッコさんの密着番組分かりました、はい、警察24時ですね。スーパーで怪しい行動を取る女性さ、何なの私のイメージ。本当に確かにね、警察の密着24時、おもろいことはおもろいよね。面白いっす。で、よくできてます。出てらっしゃる警察官の方も、まあ私もオープニングちょこっと言うたと思うけど、テレビのライトって意外に明るいからね、はい、結構意識するんですよ。今性能いいから、こうなんていうの、キャメラ自身の性能がいいからライトつけなくていい時あるけど、はいはい、あれは結構見てて、やっぱり実力っていうか本当の姿じゃない、うん、作ったもんじゃないから。 でも大変皆さん努力されてるし、うんうん、いやあれは結構見入っちゃいますよね。まあ、まあどちらの番組も、でも2つともおもろいな。そうですね、まあどちらでもない、そうですね、否定しよう。否定しよう。いや、まあでも結果的にどういう仕上がりになってるか分かりませんから、みんな人がそう思うかもしれないですからね。これは結果、野生の王国と言った方が良かったんじゃないかって。野生の王国ってどこでやってんの？何回も聞いたことある。野生の王国は NHK ですか？ NHK っぽいね、まあ、そういうなんかドキュメンタリータッチのね、うん、こう、あ、そう、厳しい自然の中を生きる、そういう風にリスナーが思ってるってことは、野生の王国からも
オファーが来るかな。やばい、どうやって答え、ワン、うわー。ありがとう。警察24じゃどうしたらいいの、捕まんの、そりゃ嫌やで。いや捕まらないですけど、協力したいおまわりさんに。ああ、そうですね、うん、おまわりさんにはものすごく協力的ですからね。私なんて言っても警視総監賞もらってるんですよ。本当にすごいですよね。楽屋泥棒を捕まえたんですもんね。そうですよ、前科7班の人。あとは定期的にあのなんかまあ某交番とかにお花届けに行ったりとか、はい、いつも六本木ね、そう、ご苦労様とか行ったりすることも、それで麻布警察の当時の、所長さんに、お誘い受けて、署内の冊子のための取材もしましたよ。すごいですね、うん、だからどっちかっていうとあの外に向けるんではなくて、警察で働いてらっしゃる方に向けの冊子ってことですよね。そうです、そうです、うん、だってもうお巡りさん六本木とか本当におまわりさんのおかげであの治安が保ててるっていうか。そうですね、すごいですよ、はい、もう感謝の気持ちもだから定期的にはこう表してる。定期的にはどういう意味分からんけど、もう酔っ払ってない、最近飲んでないからね。そうですね、うん、いやこれでちょっと皆さんなんかいろいろ密着番組想像してしまいそうですね。あ、もうぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。そうですね、まあ、結果野生の王国やったら私と思った。ちゃんとした番組タイトル、放送日時は後日解禁になった時にお知らせしますんで ね、はい、今はまあ皆さん自由に想像していただいて、はい、そうです。AKKO アッコアットマーク 1242.com、 アッコアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242 まで送ってください。お待ちしてます、はい。